紙が貼ってある壁。今日の夕方、もうすぐ6歳になる娘を保育園に迎えに行った。家に帰る車の中で娘に聞かれた。ねえ、お化けとか幽霊とか本当にいないの？いないよ。お化けなんていない。作り話か寝ぼけた人の見間違いだよ。といつも通りに答えた。でもね、お家で見たよ。と娘。いつ、どこで？昨日の夜ご飯食べるお部屋の ABC の紙が貼ってある壁のとこで。どんなお化けだったの？白い煙みたいな丸い形で怖い顔がついてた。夢じゃなくて？夢じゃないもん。ふーん、きっと寝ぼけて見間違えたんだよ。娘にそう言い聞かせながらも、ちょっと腕に鳥肌が立っていた。やっぱあれは見間違いじゃなかったんだな。6年前の8月、出産を翌月に控え、かみさんは実家に戻っていた。サンディー系のアパートには俺一人。そんなある日の深夜、昨日娘が見たというお化けを、同じ場所で俺も見ていた。大きめのビーチボール台のふわふわした白い塊に、黒くぽっかりと開いた目と鼻の穴、そして口がついていた。幽霊など信じていないし、万が一目の前に現れたとしても、そんなあやふやなものに負けるわけがない、というのが俺の持論だった。というわけで、そいつの存在に気がついた数秒後には飛び蹴りを食らわしていた。ぐにゃりとした感触があったと思うが、よく覚えていない。それよりも、その後ろにあった壁に大穴を開けてしまった衝撃の方が大きかった。お化けなんてそっちのけで、穴をどうにか塞ごうと深夜にあれこれやったのを覚えている。現在、その大穴の跡を隠すためにアルファベットの表を貼っている。のっぺらぼうたち。俺がまだ幼稚園の頃、まだばあちゃんと寝ていた頃の話。その夜俺はいつものようにばあちゃんの部屋に行き、そして昔話を聞いてから寝た。その時はまだ何も変わりなかった。深夜、俺はなぜか目が覚めてしまった。トイレに行きたいわけでもないのに、目が冴えて眠れない。その時、ばあちゃんがうなされる声が聞こえてきた。俺は気になってそっちを見た。誰か立ってる。ばあちゃんの布団の周りを取り囲むように人が立ってた。それは顔がなく、着物を着て、おかっぱ頭で、みんな同じ格好だった。でもなぜだろう。何か悲しいような感じがした。顔がないのに悲しい表情をしているように感じた。でも同時に、怖い顔で笑っているようにも感じた。俺は怖くなって頭から布団をかぶり、そのまま朝になった。明るくなってきて、俺が恐る恐る顔を出すと、のっぺらぼうたちはいなくなっていた。俺はすぐにばあちゃんを起こし、深夜会ったことを伝えた。するとばあちゃんは、こんな話をしてくれた。実はわしには小さい頃に死んだ妹や弟が何人もおっての、あの頃は戦時中でろくに線香もあげてやれんかった。それでこないだ小さな地蔵を建てての、お寺さんに戒名をつけてもらってお経もあげてもらったんじゃ。そうか、お礼を言いに来たか。と、
ばあちゃんは目を細めた。俺が、ばあちゃんうなされてたよ、と聞くと、ばあちゃんはけげんそうな顔をして、ゆうべじいさんの戦死した夢を見てな、恐ろしい夢じゃった。じいさんに何もなけりゃいいが、と言った。実はじいちゃんはこの時、風邪をこじらせて入院していた。俺は何か悪い予感がしていた。そしてその予感は現実のものとなった。朝食をとっていると病院から電話がかかってきた。じいちゃんの容体が急変したからすぐに来てほしいとのことだった。親父たちは病院に行ったが、俺は幼稚園に行かされた。そして、じいちゃんはそのまま死んだ。俺は悲しいというよりも、怖かった。あののっぺらぼうたちが、何のために出てきたのかわからなかったからだ。じいちゃんの死を知らせに来たのだろうか、ただお礼を言いに来ただけだろうか。それとも、本当にばあちゃんの兄弟だったんだろうか。もちろんこれらの謎は解けるはずもなく今に至っている。ただ、実家に帰り墓参りした時にその地蔵を見るとすごく不気味に感じる。そうだ、この地蔵の笑い方。あののっぺらぼうたちに感じた笑みと同じだ。窓。そいつはもともと休みがちなやつだったんだけど、ある日を境に大学の友達が授業出てこなくなった。まあ、出てこなくなる前とか、ちょっと体調悪そうだったから、なんか病気かなって思ってたんだけど、来なくなる前の講義中とか、居眠りしてたと思ったら血相変えて急に立ち上がって講義室から出て行ったり、なんだか気候が目立ってた。知り合った当初とかはテンション高くて、まあよくいる普通の若者っぽいっていうか、大学生らしい大学生してたんだけど、今思うとちょっとおかしくなってたと思う。で、前期のテストがすぐそこまで迫ってるのに全然学校来ないから、とりあえず携帯に電話した。普通に電話に出て、朝起きれなくて、みたいなことをボソボソ言ってた。後ろで誰かが話してるみたいな雑音が聞こえたんで、まあ友達と遊んでるようなら心配しなくてもいいな、と少し安心したんだけど、その後テスト始まってからも、そいつは全然学校に来ない。もう一回携帯に電話して通話になったんだけど、今度は換気扇の音みたいなのがうるさくて、何か喋ってるようだけど全然聞き取れない。メールとかもしたけど、ひらがなで、窓って書いてあるだけの妙な返事が返ってきた。そうこうしてるうちに、前期のテストも最終日を迎えて、俺はそいつの家に行ってみようと思った。道順とかは曖昧にしか覚えてないけど、以前飲み会の後にそいつのアパートに泊まったことがあったから、あんま深く考えずにそこに向かった。迷ったりしながらもなんとかたどり着いて、チャイムを鳴らしたけど出ない。メールも電話もまともにできないし、しょうがないから書き置きでもしていこうかと思ってた矢先に、部屋の中で、何か物を落としたような、ごとっていう鈍い音が聞こえた。なんだいるんじゃん、と思ってドアをノックしたけど、出てこない。嫌な予感がしたから、今度は直接ノブを回してみた。鍵は開いていた。ドアの隙間からひんやりとした空気が漏れてきた。クーラーが入ってるようだ。電気はついていない。名前を呼びながら中に入っていくと、ベッドの上でそいつは横になっていた。とにかくクーラーが効きすぎていて、暑い中歩いてきたというのに、体からすでに汗も引いて、
少し寒くなってきていた。そんなクソ寒い部屋の中で、そいつは薄い素材のパジャマみたいなのを着てるだけで、布団もかぶっていない。ひどく調子が悪そうで、目の下には濃いクマができていたし、なんだか急に老人になったような感じで、ずいぶん小さく見えた。俺を見上げるために首を動かすのもだるいようで、ずいぶん緩慢な動きで、やっと顔をこっちに向けてきた。とりあえず俺は隊長について聞くと、独り言を言うように、だるい、だとか、動けない、だとか、そんなことをボソボソと答えた。続けて、テストに出てこなかったことと、携帯に電話やメールをしても、まともに返事が来ないことを尋ねると、携帯電話は取られた、と答えた。はあ、誰に？と聞き返すと、ゆっくりと手を挙げて、窓の方を指さした。ずっとそこにいるんだ。そいつの言ってることの意味がわからなくて、カーテンのかかった窓をずっと見つめていると、街灯の光で、カーテンに人型のシルエットができていた。俺はパニックになりそうだった。ベランダに誰かがいる。体中の毛穴が開き、血の毛が一気に引いていく。俺はすぐに玄関まで引き返し、靴を履いて逃げ出した。後ろから、置いていかないでくれ、という悲鳴にも似た声が聞こえていたが、とても構っていられなかった。駅に着いてからだいぶ落ち着き、警察に電話しようかどうかしばらく迷ったが、あれは犯罪とかそんなもんじゃなく、もっと異質な別の何かだと思い、連絡しなかった。家へ帰ると、まずカーテンを開き、窓を開け放して布団に入った。とにかく怖かった。布団の中で考えまいとしても、どうしても頭に浮かんでくることがあった。確かそいつの家のエアコンの室外機は、あの人影を見た窓の外にあったはずだ。俺が電話で聞いた換気扇のような音は、その室外機の音だったのかもしれない。俺は携帯のメールから、例の窓と書かれたメールと、着信履歴、発信履歴を削除して、そいつを着信拒否に設定した。後期に入っても、もうそいつは学校に来なかった。気になったので、学生課に聞きに行くと、辞めたということだった。学生課の中年は、まあテストとか休んじゃうとね、結局そのまんま辞めちゃう子が多くてね。と苦笑いしながら言っていた。あれからちょうど1年。今年もテスト期間が近づいてきている。今年の春に入ってからはカーテンを閉めていても眠れるようになった。なんだかんだバイトや学校で忙しくて、最近は寝に帰るだけだからカーテンは開けてすらいない。昨日の朝携帯をチェックしたら、そいつの番号から着信が入っていた。当然かけ返したりはしていないが、どうもここのところ、窓の外に何かがいるような気がする。俺はカーテンを開けた方がいいだろうか。